アッシュレディオ。さあ、はい、始まりました。今日は元気なアッシュレディオ。元気なアッシュレディオ。さあ、朝からよろしくありがとうございます。なんかこの間話してた、吉岡さんと話しましたけど。うん。なんす？なんか、リアルアッシュレディオ。あ、はいはいはい。ネーミングどうしましょうか。リアルアッシュレディオのネーミング？アッシュレディオ。ザ・ライブ。あー、いいですね。アッシュレディオ・ザ・ライブ、これでいきましょうか。うん、なんかいいとこでやりたいですね。いい場所。まあ、ちょっと近日中にリリースしましょうか。あ、何月にやりますかみたいな話しましたっけ。ラジオでしてないですね。8月ぐらい。もう日程決めちゃいますか。今こういうのはね、寝かせてでもね寝かしたまんまなっちゃうからね。はい、寝かしたまんまで美味しくなるのは、うん、ワインぐらいですか。はい、ワインとキムチぐらいですよ。8月8日、88、末広がりで、末広がりでいいでしょう。うん、8月8日土曜日の午前中ありますか。しかも8月8日ってこれビーツができてちょうど2周年。ああ、そうですね。ぴったり2年。やばい。まだ2年経ってなかった。そんな記念すべき日にアッシュレディオザライブやっちゃいます。やっちゃいますかね。でまたちょっと場所とか決まったらね、もうここでやりましょう。皆さん8月8日の、午前中開けといてください。午前中からまあ昼ぐらいまで開けといてください。今すぐですよ。はい、はい、今手帳に書いて。そうそう、書きました手帳に。そうという感じで、8月8日何人来てくれるんだろう。ちょっとあれですね、先にラジオだけで告知をして、でもうだいぶ2週間前ぐらいから、うん、一般公募しましょうか。ファンクラブ最高受付みたいなね。ああ、そうそうそう、そういうことね。だからこれ、ツイッターしか見てない人とかは、うん、知らない。これ知らないですからね。ツイッターしか見てない人はまだ手帳にスケジュール入ってない。この6時から聞いてる人だけ。そうそうそう。久々ですね、生ライブっていうかね。でもせっかくなんで、もうこれで先行予約しちゃいます。もう行きますっていうのを、なんかアッシュレイとかなんかに DM もらったら、コメントしてくれる。アッシュレイディオになんか DM でもらったら、なんかもう、うん、ああ、それもその予約として受け付けますよっていう。アッシュレイディオに、じゃあコメントしてくれたらいいんじゃない。あ、わかんないか。したら、コメントしたら SNS でバレちゃうじゃないですか。ああ、そっか。したらじゃあ、吉岡さんのツイッターに DM。 吉岡さんのツイッターでいいですか。アッシュレイディオの方じゃなくて。アッシュレイディオの、吉岡さんの DM でいいですか。いいっすよ。アッシュレイディオの何かありましたっけ。アッシュレイディオのツイッターありません。あー、あるね、あるね、あるね。どっちがいいですか。別に吉岡さんです。あー、アッシュレディオでもいいですよ、別に。そしたらでも吉岡さんでもどっちでもいいけど。どっちがいいですか、吉岡さんが。あ、じゃあ吉岡さんにしてください。管理しやすいんで。そしたら、吉岡さんのツイッターでいいですね。はい、はい、ツイッターでいいですよ。吉岡さんのツイッターに、DM くれれば。 DM で参加します。名前と、なんだろう、名前と意気込みにしましょうか。一旦そうしましょうか。名前と意気込みをいただければ、詳細は先着順の先行予約として受け付けるってい う、ね、そんなノリでいいですか、ね、いいですね。これすごいね。すごいな、ここで決まる。はい、今日は何でしょうか。でも公演久しぶりですね。いや、久しぶりですよ。あんまり表に出ないようにしてたんですか。3年ぶりぐらい。あ、そんなやってないですか。うん、前にヒルズでやったのが2017年とか8月だった。ああ、まだ3年ですよ。大阪でたまにやってたりしたけど。ああ、そっか。でも東京は久しぶりじゃないですね。東京なんかどっかで、あ、やったな、やってた、なんか。何やりましたっけ。なんか紹介営業のセミナーみたいな、なんかやってた。そんなんでしたっけ。違うかな。まあ何でもいいっすね。何でもいいかも。僕アッシュレイドザライブということで。当日は質問形式で。もちろん。アッシュレイドと同じ感じでやりましょう。はいはいはい。で、皆さんの質問がなければ終了。はい、もうその時点で終了です。後輩。みんな一人ね、1個2個ぐらい質問考えてこないと。そうですね、終わっちゃいますから。
さあ今日は行きましょう。はい、吉岡さんお久しぶりです。また芦名さんに質問させていただきたいです。継続してラジオ拝聴させていただいております。自分の中で仕事の目標を頑張るべきことあるんですが、5年ほど仕事過去ダブルワークを継続し続けてきて、最近疲れにフォーカスしてしまい、目のクマやエネルギー不足、努力が嫌になってしまうことが多々あります。芦名さんのように疲れなど関係なく猛烈に物事を前進させるバイタリティの秘訣は何でしょうか。ぜひ私に喝を入れていただけると大変嬉しいです。喝大沢親分みたいな。どういうことですか。いや、ダブルワークして疲れちゃいましたっていう。疲れちゃってエネルギー不足になって努力嫌になってしまうことがあると。ああ、いいですね、あると。で、芦名さんみたいに猛烈に物事を推進、まあ、前進させるバイタリティの秘訣は何ですかと。芦名さんのように疲れなど関係なくって書いてあるから疲れないと思われてますね。あとにかく前進させてるんだっていう、そのバイタリティ。いや、その疲れとか飽きとかとちゃんと向き合った方がいいですよ。なんか疲れちゃダメだとか、飽きちゃダメだと思ってるとやっぱどん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 自分が苦しくなるので、だそういう時はもう思いっきり休んだらいいと思います。もう何も考えず、はい、って言った時に僕が出会ったのがゴルフでしたね。多分あの時が多分一番ピークだったんですけど、疲れというか、ストレスフルな状態というか、はい、っていう時にあのビーツデーっていううちの会社でやってるような、なんか山行ったり川行ったりはい、はい、時とかに、まあ、その流れで、なんかでゴルフやる機会があったんですよ。でゴルフやって、なんかこの自然で、一番良かったのはスマホを触らなかったんですよ。それの素晴らしさにすごく感じました。もちろんそのデジタルはすごく便利なんですけど、ゴルフってめちゃめちゃアナログなんで、なんか小さい球を打ちながら山を駆け上がるんですよ。だから別にゴルフやりなさいって話じゃなくて、その今その仕事で疲れてるんだったら、それと触れない時間とかっていうのをきれいに取ると、そのフィットネスというリラックスがすごくできるんで、そうすると仕事が今までの3倍ぐらいの迫力だったりとか、逆に楽しくなったりとかっていうのがあると思うんですけど、やっぱリラックスに金かかるんで、でこのリラックスのために稼いでると言っても過言じゃないですよ。僕別にそんなお金使わないですけど、リラックスにお金を使うっていうことが一番正しいんじゃないかなと思ってました。あ、何か買うとかじゃなくてね、はい、まあ、だから2つ、自分を追い込むためにその環境にお金を使う、あともう一個はそんな自分そこで稼いだお金で自分をリラックスさせるためにお金を使う、これだけじゃないですかね。ああ、はいはいはい、だから稼いでマッサージ行ったらいいんですよ。っていうこと。確かに満足度高いね、それ。はい、めちゃめちゃ頑張って、めちゃめちゃやって、めちゃめちゃ頑張って結果出して稼いでマッサージに行く、いや、だったら最初から何もしなくてもいいじゃんっていう、頑張んないで疲れないでマッサージも行かないって方がいいんじゃないですかっていうのは、もう人間生活できなくなります。それフィットネスじゃないですか。何が楽しいんだみたいな話になっちゃう。そうですそうです、うんうん、でもなんかそう頑張って頑張って頑張ってそのリラックスにお金を使うっていう、多分その知識さえ、アイデアさえ多分ないですよ、それはフィットネスじゃないですよ。次行きましょうか。はい、成功者には批判はつきものだと思いますと。他人を超えた結果を出すと叩かれるのが日本だと思いますと。特殊メイクでハリウッドでよく表彰されるカズヒロさんはアカデミー賞のインタビューで2度こう言ってますと。こういうのは申し訳ないのだが、私は日本を去って、米国人になった。日本の文化が嫌になってしまい、夢を叶えるのが難しいからだ。それで今はここにいる、ごめんなさい。芦名さんも成功の裏で他人のわからないところでたくさん批判をされたと予想しています。芦名さんは批判をどう乗り越えてきたのでしょうかっていう。批判をどう乗り越えてきたか。まあ批判に対する向き合い方2つあって、あ、そう思う人がいるんだっていうマーケティングの観点が必要ですよね。あ、そういうこと言う人がいるんだっていうね。はい。うん。要はなんか、ツーブロック、黒光り、クソゴリラみたいな。こんなやつから保険入りたくない。こいつは絶対怪しい。ああ、まあそう思う人もいるんだ。っていうだけの、誰がどう思ってるかっていうマーケティングの話が必要ですよね。で、あともう一つは、まあ成功しない人はそう思うよなっていうだけの話。
つまりその成功するっていうことはすごく普通の人じゃない、普通の人じゃないってことですか、うん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 、普通の人のことを成功ってないんですか、うんうん、普通じゃない人のことを成功っていう、はい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 、だから自分が成功するんであれば自分以外の人は成功しない人なんで、うん、その人たちの意見に耳を傾けても全く意味ないんですよ、うん、っていう感覚ですね。あ、じゃあそのこう批判されたことによってちょっと落ち込むとかもう全くない？ないですね。それってある意味こう成功していく上での一つの条件だったりするんですかね。他人の意見を全くぶれないっていう。はい、うん、だから他人の意見はもちろん参考にします、うんうん、へえっていうね、あ、そういう人がいるんだ、うんうん、っていうぐらいですね。うん、はいはいはい。なんかよく分かんなくないですか。お前そんなことしたって絶対ダメだぞ。ああそうなんですねっていう感覚です。それ真に受けちゃう人が、いやその人が、うん、いや100億稼いだ俺だから言うけどって言われたら、うん、もうちょっと聞く耳もします、うん、でも年収300万ぐらいなんですよ、そんなこと言われても。はぁ、いやいやお前だから稼げないんじゃないのってなりますよ。あ、はいはいはい、確かにね。孫さんに言われるんだったらまだね。そうそう、それが自分がサラリーマンの時に、うん、じゃあ僕が電通の時に先輩がじゃあ年収1000万ですって、うん、その年収1000万の先輩にいやお前絶対やめた方がいいぞって言われても、いやだからお前1000万なんじゃないのっていう話ですよね。はい、はい、だから自分が将来年収800万になりたいっていう目標なんだとして、うん、1000万の先輩に言われたらそれまず聞いてもいいと思います。なるほど、はい、でも別に当時から、うん、そのなんかアドバイスしてくる先輩みたいになりたいと全く思ってない、うん、むしろお前みたいになりたくないと思ってるからそこを抜けるって話なんです。参考にしちゃいけない人なんですね。そうそう、ああ年収1000万の人はそう考えるんだ、うん、っていう感覚ですよ、うん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 、でそれがやっぱこうズバ抜けてくればズバ抜けてくるほど、うんうん、やっぱ正しいですね、それが、うん、ああ1億稼いでる人はそう思ってんだやっぱり、うん、とか、例えば10億稼いでる人がなんか文句言ってるじゃないですか、うんうんうん、したらああだから10億レベルなんじゃないですかって僕は思いますね。ってことはもうそれ以上上に行けるなっていう確信と安心がある感じです。ああ、はい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 。うん、なるほどね。だってそもそも自分が本当に心から思って、うん、自分が自分のことを信頼して自分が絶対に行けるっていうものじゃないと掴み取れるわけなくないですか。なのに誰かが聞いたからじゃあそうしますってめっちゃ無責任じゃないですか。え、お前自分の考えはねえのかよ。うん、そうっすね。僕はこうやろうと思ってるんです。え、そうなんですか、そうしますって。うん。何？それはよっぽどふにゃふにゃなやつか、もしくはそもそも考えてないやつか。でも多くはそもそも考えてないやつです。考えてるようで。はい。だから何を言われても論理的に、いやだってこうなんで。うん、いや僕は絶対こうだと思ってるんでっていうことを言えなかったらうまくいくわけがない。はい、だから僕もいろんな方に質問されますけど、いやそれはこうなんで、うん、で自分で責任持って自分の考えを話してるじゃないですか。だから別に誰にアドバイスを受けても、え僕はこう思ってるんですかどうですかっていうディスカッションができますよ。でもそもそもここまで考えてない人って、いやお前こうじゃないって言われたら、ああそうなのかなってなっちゃうんですよ。はいはいはい。っていうふうにしてこう自分の考えに責任を持たないと、うん、考え深掘っていかないとっていう感じです。そういう感じです。そんな感じで、はい、今日はこんなもんですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。